すごい組み合わせ。これどう動くんすかね。あんまり見ない組み合わせなんですけど。そうですね、ユキ対レミーっていう組み合わせ結構レアです。さあハイジャンプ追撃はちょっと当たらず。さあアブさんツムジを結構置いてますね。大気当たって、さあ大のツムジになってしまった。投げは抜ける。空対空落として着地を攻めていくのはアブさんの息吹。サスケロックさんここからどう切り返す。さあカスミスザクまとまった削りダメージ。空対空ちょっと遅めのジャンプ、弱パンか中パン。さあサスケロックさんもかなり触りづらそう、どう触ろうかなという感じがします。ダッシュでくぐる。これガードして一旦離れる。投げているのはアブさん。飛び道具出る前に中足は2発当たって、これはどうする。ダッシュでくぐれない。集計。さあダッシュしゃがみ大パンが見えてたんですが、アブさんの投げの方が早かった。まずは一本選手。さあかなり硬いですね、アブさんの動き。これはどう崩そうかっていう感じでしょう。さあ開幕はつむじ。ガードされてもレミなんかいい反撃なさそうですね。阿部さんが結構振ってるから多分そういうことなんだろうなっていう感じはしますね。さあお互い体力少ないから牽制でパチパチ当たってるとかなり減ってますね。ウック少ない。さあ投げているのはスケロクさん。こっからいけるところまでは取っていきたい。さあペシペシ当たっていきます。ドンショー少ない。投げている。さあ動かせない。さあ飛燕が当たる。中段はガード、飛燕これはガードしている。さあこれは確定反撃になっているか。さあ上 EX ソニック。さあつむじこれは近かった。投げて落として、これはサーマーはガードしている。さあブロッキングにな、おそらく下ブロだったんでしょう。落として、さあスカリに当たる形へ投げて、でとりあえず範囲から逃げる。さあルグレが勝ち合う。1-1。わかんねえ、これはわかんないですよ。1-1です。スケロクさん取り返します。1-1です。中攻撃弱攻撃がパチパチ当たっていつの間にか結構危ない体力になってますよね。そんだけコンボにさっといけるものがお互い決め手にかける、生きにくいみたいな感じなのかな。息吹の方がまだ生きやすい感じはしますけど。ルフレがしゃがみヒット、かなり痛いです。お互い体力は少ない。さあサマーの反応が早い。
マシェリの悲哀。DX少ないが当たる。歩いて投げ。さあ、ケロクさんここはどう脱出するか。ヒエのガード。しゃがみ大パンチ通していく。スライディング。さあこれは残る。さあお互い、さあ確定反撃。何なんだ。うわー投げをつる。大系で落とす。コンボのスタンチがすごい。ウグレーと前中継噛み合う。スケロクソン体力は一気に持っていかれる。しかし息吹もね体力低いんで全然わかんないですよね。これでもう半分近く減ってるんで、さあ近距離中継ヒット確認。カスミス策で削りダメージをゲット。中段ガード。さあまあこれは読んでいる。届かず。さあフルセット、フルラウンド、ファイナルラウンド。さあこれはまだルーザーズの4回戦の試合です。ロッキンから EX つむじ。さあ投げも2つに押せない。空対空にならず。これはつらい。ブロッキング。さあ浮いている。支援か何かでしっかりケアしている。削りに行く。残らない。勝ったのはアブさん。